アイスピルと申しまーす。今日もバルーミーやっていきまーす。海にね、船2つ並べて A チーム、B チーム分かれて、どっちがね、多くキッチン、もしくは、シーサーペントの素材をより多く取ってくるかなっていう競争しまして、まあ、より多く取ってきたチームに、まあ、ちょっとね、プレゼントを渡せるようにしたいかと思います。まあ、そういうね、ちょっとしたイベントをやってみたいと思います。A チーム、B チーム、対抗で、海の資源集めやっていきたいと思います。ということで、今日一日よろしくお願いしまーす。で、一応ね、時間、ちょっと1時間長いかなと思うんで、40分。にしたいかと思います。40分以内にまたここに戻ってくるよと。戻ったらチェストに素材入れましょうか。お、あ、そうですね、ありがとうございます。そうしましょう。さあ、じゃあちょっと行きましょう。戻ってくるのが45分までです。45分までに戻ってくるようにお願いします。ではスタートです。よろしくお願いします。あ、そうか、スピルさん。さあ、じゃあ私たちはこっちの船を占拠しましょう。キクさんで、さあ、向こうがマゴマゴしてる間に出発します。船で戻るのか。そうそう、船で戻るよ。よいしょ、行きまーす。暗い夜の中に進んでいきましょう。てか待って、これ、右草、これ平地の草じゃないの。わーって、いきなり捕まってる。ちょっと進むよ。これでまっすぐ進めるかな。乗れる、大丈夫。さすがです、わら。乗れるかい。オッケー、たぶんすっげー浅瀬だったんだね。オッケーオッケー、行きましょう。よし、行きましょう。で、待って。え、なに、待って、舵がつかめない。ラグ？ラグか？離れちゃった方がいいね、それだったら。むしろ、あ、動いてる。あ、動いてんね。オッケーオッケー、動き出したっぽいんで、じゃあこっちも掴めたけど乗り上げてる、わら。あ、それはね、こっちも同じだったからオッケーにして。森で引きつけるためのスタミナ、食料大丈夫？ラグも含めていいですよ、わら。何、森で引きつけるためのスタミナ、食料。あ、食料食べてないわ、そういや。まあでも私はここに座ってるだけ。あー、ごめん、見てなかった。っていうか、やばい。みんな止まってれば処理も完璧したね、わら。ごめん。ロバキさん、ロバキンさん大丈夫？ごめん、全く見てなかったわ。てか、船の耐久度大丈夫かな。ドカーン、ドカーン行ったね。オッケーオッケー、よかった。ごめん、全く見てなかった。さあ、じゃあちょっと、脇見運転ですね。こんばんは、わら。これは大きなハンデですね。いや、デカミさんたちも動いてないからね、どうなんだろう。シーサーペント派ハプが7割以下になると逃げるため、それ以下で引きつけて陸地近くになったら森で陸地に上げて倒すという手順になります。いろはさん、ゆうひさん、こんばんは。さあ、気を取り直して、思いっきり乗り上げましたけど、動いたんでいいでしょう。で、デカミさんたちも動いてるね。私の方のね、マップは向こうから丸見えなので、あ、よかったです。とりあえずちょっと最初の難関は乗り越えた感じで、で、あの、誰かね、たまに船の耐久値見てください。平陸に上げられるんだ。やばかったらどっかに寄って修理で。で、もうほんとマップは分かんないんで、 90% 船耐久 90%、 ありがとうございます。海っていうね、バイオームを適当に進む感じです。もう何があるか分かんない。大きな大陸差し掛かったらもうおしまい。さあ、ちょっと浅瀬に来ちゃいそうな感じですね。どうなんだろう、これ。さあ、ここ抜けれたら、ちょっとデカミさんたちちょっとずれてるとこ行ってんな。なんだろ
うちらなんかちょっと広いとこ出れないから素材が集まりづらいぞ、こんなとこ。シーサーペント陸に上がるとこみたいね。いや、こんな中ほんと浅瀬でシーサーペント出てくるのかな。それかあえてこういうとこでゆっくり行った方がいいのかな。一応ね、ルールとして22時45分までに、元いた地点に戻らなきゃいけないっていうルールにしています。あ、ちょっと抜けたね。こんな感じですね、今デカミさんたちとちょっと並走してる感じ。おお、あ、左、あ、違うね、あれは違うね。あー、ちょっといい景色なったね。動く島見つけたら教えてくださいね。シーサーペントはでもこの速度でも出てくるよね。もっと広いとこか、もっと広いとこ行ってみよう。いや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 、なんかちょっと平和すぎない？いつもなんか船出したらいつも嵐のイメージなんだけど、こんな平和なことある？すごい速度で外向かわれてんね。うわ、やべえ、ちょっと待って、向こうチームとぶつかるぞ。朝はキチン狙いですかね。朝はキチン狙いか。何の成果も得られないパターン。マジでそれはちょっと辛いな。それはきついな、何も得られないパターンは。え、もう一方チーム、なんか右側にいるね。見えないね。今日は静かですね。波も穏やかだし。ねえ、こんな旅日和だ。フラグ。こんな旅日和ある？動く島一個見つけるだけでも結構大きなアドバンテージになりそうだね。あ、このまま何も出ないとフラグ管理しているかもです。スピルさんが海に出ているのにこんな穏やかな海ってありえないと思って。あえて浅瀬行ったら荒れてくるとかあるかもしれないけどね。こんな平和な船である？まずいぞ。あの極北とかそっち行っちゃう。あっち行っちゃうと怖いよね。あっちこそ生物生まれない可能性あるからね。うねってもないよ、わら。めちゃめちゃなぎ。極北に入っちゃうと生物いない可能性あるけどね。我々は今回の調査で何の成果も得られませんでした。よく聞く、それよく聞く。待って、マジで何もない平和な一日が過ぎ去ろうとしてる。やばい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 、ちょっと焦るね、これね。何もなかったらで帰る時間もね、一応考えなきゃいけなくて、そんな遠くまでは行けないかなって思ってたんですよ。いい観光でしたね。いい観光でしたね。まあちょっとこっから火落ちるんで、そうするとどうなるかね。何か変わればいいけど。夜来たね。で、ちょっとここまでキチンすらないとなるとフラグだと思われます。いったーたー、来たー。オッケーオッケー、ちょっと急いで近づくよ。オッケーオッケー、じゃあちょっと私は降りないので、私は降りないので皆さんでお願いします。あったー。おおー、来たー。さあ、いいぞいいぞ。ちょっとこれで先行できたかな。よし、お、ソラさんはあれか、もしかしてちょうど離席中だったりするのか。これは、あ、ピッケル忘れた。ちょっと待って、渡す渡す。ここの箱に入れるよ。調査兵団が入れた入れた。シーサーペント買ってたら笑う、わら。いい、やっちゃえやっちゃえ、いっちゃえいっちゃえ。さあどうだろうね、もう一方調査兵団。あ、ルートなくて戻ってきてんな。時間の関係かな。10分で私たちも戻らなきゃいけないんだよね。いけいけ、ほれほれ、10分で戻るからね、急いで。ナイスナイスナイス。
オッケー、みんな乗れたね。じゃあこっからですね、急いで帰りたいと思います。おお、すげえいっぱい取れた。あ、それだったら今度シーサーペントのあれだね、トロフィーとかの点数50点とかにしていいかもしんないね。5点じゃ少ないね。あ、それだ、3つ。お、すごい。さあ、じゃあちょっとごめんなさい、これただ引き返すだけになるけど、急いで帰りたいと思います。10分以内に帰れなければその時点で負けです。間に合うかもハラハラです。間に合うかね、マジで間に合うか怪しくなってきたぞ。あ、ちょっと待って、なんか方角ずれてんな。いやー、10分であそこまで帰れるか。うわー、荒れてる荒れてる。シーサーペットも来ないかな、来ないかな。やばい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 、時間がまずい。くっそ、ごめん、これ時間管理できてなかった。私あと7分、あと7分。いやー、怖え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 。でこっから右に行くんだ。最短距離で行こうと思ったら、いやでもやっぱ島があるから行けなさそうだね。左手側に島なければまっすぐ行けそうだけど、ちょっとできるだけ削る形で最短距離目指そうか。座礁したら終わり。そうね、ちょっと内側攻めるぐらい、ちょっと内側攻めるくらいしかね。今日来るときに通ってない航路を通ってるんですよ。それでね、ちょっと前方に何かあったら途端に座礁しちゃうので、ちょっと前詳しく見ててほしい。結構ね、通ってないルートもまっすぐ通ってる。え、前止まってる？なんか止まってるっぽいね。確かになんか拾ってる？だと間に合わんぞ。いやでも私たちより前にいるからな、なんとも言えんな。私のね、画面だとちょっと何も見えてない。何も見えない中走ってる。めっちゃ怖え。なんだこれ、長時間止まりすぎてる気が。もしかして討伐中？ちょっと待って、ぶつかった。ごめん、ぶつかった。ごめん、何も見えてねえ。私の画面未だに見えてない。ごめん、まだ見えない、何にも見えない。どうなってる？ぶつかってんのこれ。ぶつかってんの？ごめん、何も見えん。え、てか何？平地か。ね、頭のライトみんなついてるかな。マップ相手最大縮小するといいかも。あー、なんかあるんだね。よし、ごめん、乗れるかい？笑い声が。キクさん、ごめん、ありがとう。船が、あー、ごめん、キクさん。ドバキンさんか。戦ってくれてた。ちょっと待ってね。ドバキンさんの、いやー、これはもう間に合わんな。装備回収できると思うので、まず破敵を。ちょっと今後ろ下がってるよ。うっそー、ショートカットが、あ、回収した。オッケー、ありがとう。ショートカット完全にアダになったね。ごめん、やってしまったー。くっそー、ごめんよー。完全にやってしまったー。もう申し訳ない。もう霧でねー、前全く見えてなかった。いやー、くっそー、これは悔しいなー。
これまたリベンジですね。向こうチームがシーサーペント出てきたかどうかだね。待って、向こうもあと1分でこの距離届くか？届かんだろう、2人とも負けだろう。こっちもカメラマンいたら映える展開でした。わら、あ、マジで映える展開だった。いや、ちょっとカメラマン、そうね、誰か YouTuber やらない？あ、船の耐久 20% つくかな。うちら全員死ぬ可能性があるかもしれない。マジか、どうなってんだろう、気になるわ。ちょっとね、すみません、もう一方チームはちょっとお待ちを。大幅な遅刻になりました。よいしょー。作業台とか出せるかな。 OK、 ありがとう。サーバー管理者権限ここで発動します。全員遅刻したので、この勝敗は成果次第にしたいと思います。最初に言ってた点数次第、遅刻はもう両方ともペナルティということでなしという、サーバー管理者権限にさせていただきます。はい、よろしくお願いします。もうちょっと待ってて。全裸で全力ダッシュしました。わら、先に着いた方でいいじゃん。わらわら、裸で全力ダッシュ、あれか、装備してると重いからか、そういうことかな。帰ってまず花見を持っているか確認しましょうか。だね。いや、ちょっとそっちのチーム途中なんか止まってたよね、明らかにね。調査兵団派すごいもの持ってると思います。明らかに止まってたよね。いや、気になるわ、すごいな。もう何にもないもんね、めちゃめちゃ平和な島。あ、でも私はスピルさんが戻り時間を考慮に入れてないことは最初から分かってました。マジで？マジで？一応考えてたよ。めっちゃいいチームプレイでした。さすが調査兵団、レントが高い。マジか、マジか。一応ね、帰る時間は頭に入れてたつもりだよ。出航して1時間ぐらいで帰れるか。こっちは船壊れたのに、まだ帰れないの？船壊れた、すごいな。でもこっちは死人出してるし。死人出たね、マジで。平地に突っ込んだ。50歩前後ぐらい差がありまっせ。くっそー、いや、これはね、わらわら、やってしまったね。船が壊れた、マジか。ちょっと映像ないのがやっぱ残念だね。ちょっと見たかったな、その船の壊れる瞬間を。浅瀬ないね。オッケーオッケー、突っ込みまーす。はい、戻りました。めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。デカミさんにめっちゃ撃たれてる。めっちゃ草生えてるし。え、あ、はいはい、ここの中にドバキンさんの装備が。さあ、じゃあ狩りしてきたの持ってる人は右のチェストに入れてください。すげえ、裸に鶴橋めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ、裸に鶴橋。すげえ、やる気満々だわ。絶対やる気満々だわ。てか、デカミさん、早い早い早い。わ、ダッシュのレベルってそんな違うの？すげえ。はい、じゃあすいません、お待たせしました。うわ、椅子まで使ってな。何その強者の風格。やべえな、これすげえ。こっち、今こっちは地べたに座るし。
あーこれごめん、あのね、強弱感やばい、わらわら、何その強弱感、すげえな。あとデカミさん知らなかったけど、女性キャラだったんだね。コジさんの強者発言が。さあでは第1回海上資源大会、あーすげえ書いてくれてる、ありがとう。で、あの自分たちだけ後ろのオブジェまでがっつりやったな。すげえがっつりやったな。時間制限派置いておいて素材を確認しましょうか、わら。さあまあでもちょっと先にこれ写真撮るよ。さあじゃあ写真撮りまーす。結果発表、3、2、1、はい、はい、ありがとうございます。何それ、エモート、それも。さあじゃあ、何それ、ゴリラが2人いる。よし、じゃあ結果いきますか。まず、あ、こっちもやってる、こっちもゴリラがいる。まずじゃあ私たちのチームから発表します。明らかに勝者と敗者に分かれているっすで、くさ。すでにね、すでにかなりもうはっきり分かれてるけどね。さあではいきます、チェス開けます、せーの、はい、こっちキチンが50な、足して77という結果になりました。77点だね。でこっちだよ、開けちゃっていい？じゃあ開けるよ、開けるよ、開けるよ、せーの、はい、マジか。マジか、すげえ、鱗取ってるし、なんで、え、ルビーももらえんのこれ。7535の魚って何、魚って魚取れんの。これどうしよう、鱗ね、だから陸に引き上げたってことね、すげえな。ちょっとね、正直なところ最初の点数はラグに削られたスタートが、正直なところちゃんと点数考えるとうちらの勝ちなんですよ。ただまあやっぱ陸に引き上げたっていうところで申し訳ない、もうこれはサーバー権利者権限で、こちら B チームの勝ちにしたいと思います。 B チームの得点77点、B チームの得点41点、だけども、はい、だけども、まあ、今回は B チームの勝利にしたいと思います。おめでとう、おめでとう。キクさんが怒ってる、キクさんが怒ってる、おかしいぞ審判って、おかしいぞ審判って、キクさん怒ってる、怒ってる。というわけで、じゃあ景品を、あ、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、 A チームめっちゃ怒ってる。A チーム怒ってんな。いや違うのよ、サーバー権利者権限は絶対なのよ。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。いやちょっと待って、ちょっと待って、B チーム怒るのはおかしいからね。シーサーペントを陸地で買ったので B チームの勝利となりました。難易度調整が今後の課題ですね、わら。ですね、ちょっとね、この鱗とかトロフィーに関してはもっと点数上げたいと思います。そうですね、結果点数も変更し、時間もわらわら。そうです、サーバー管理者とはそういうものでございますということで、では、景品出していきたいと思います。はい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 、ではですね、景品5つ用意しました。右から 1,2,3,4,5 とあります。まあもうちょっと破壊するか。右から景品 1,2,3,4,5 と、はい、中身見ないでくださいね、中身は見ないでくださいね。ではまずベニバチさんからいきます。箱の中身、当たりはこれでした。ということで金銀財宝プラスキノコということで、これがベニバチさんの景品になります。おめでとうございます。おお、すごい綺麗綺麗、おめでとう。
そして誰もいないここ何だったのかっていうと、はい、木材でした。8 8 あ、おめでとう。早かった早かった。ここね誰もいないけど、あげるのはパチパチ木です。パチパチパチ、残念誰ももらわなかったね木。じゃあ私が拠点に返しとくよ。さあデカミさん、わら、こちら何が当たったかというと、はい、ハズレでーす。さすが調査兵団。どんまい。はいはい、ハズレおめでとうございます。688。あ、めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。めっちゃコジさんに撃たれてる。からわ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 ら。いや、だってだってわらわら揃える時間がなかったんですもん。しょうがないじゃないですか。わらから殺されっと。じゃあしょうがないので、こっちのチームのこのチキンを、デカミさんには差し上げたいと思います。それで勘弁して。じゃあ次 JB さんいきます。実は JB さんのとこだけ箱2つあったんですね。気づきました。めっちゃ掘ってる、めっちゃ掘ってる。もうチキン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 で我慢して、我慢、チキンチキンは鳥だ。キッチンキッチンキッチンで我慢して。さあ JB さんのところ当たったのは、はい、石でした。しかも2箱おめでとうございます。はい、大量の石頑張って持って帰ってください。はい、おめでとうございます。やっぱ撃たれる、コジさん撃たれる撃たれる。いや、いや、だってね、だってね、聞いて、やなくなるなる。だって、いや、じゃあ、ちゃんと昨日の会話、聞いて、昨日会話ね、石の建設が始まったら、石がすごい大切だって言ってたじゃないですか。持って帰るの大変。石が大切だって聞いたから、私は頑張って石を集めたんですよ。2箱ですよ、2箱。大変だったんですよ。この2箱全部だから、建設に使ってください。いやいや、昨日ちゃんと私は石がすごい大切だっていうのを聞いたんですよ。だから石用意したんですよ。ね、わかるでしょ、わかるでしょ、石大切なんだってちゃんと聞いたんです。さあじゃあコジさん行きましょう。最後、最後、あれ、待てわらわら、まだまだ怒るの早い、まだ早い、まだ早い、まだ早いよ。さあじゃあコジさん最後のチェストは、はい、鉄ー、遠回しにサバに貢献しろと。わらわら、いやいやいや、コジさんこれはいいっしょ、これはいいでしょ、これは頑張ったよ。私、あの今週の霊廟で積んだ石全部持ってきたからね。しかもちょっとごまかすためにこの辺ちょっとスタック分けてるけど、あとね、精錬するのはめんどくさかったからそれはやめた。88当たりだ、わら、はい、コジさんおめでとうございます。コジさんおめでとう。ちょっと JB さんめっちゃ疲れてるよ、大丈夫？大丈夫？すごい疲れてるけど大丈夫？ JB さん、もう出ちゃってるよ何か。あ、もう箱崩したのね。もう、すっごい疲れてるけど大丈夫？はい、というわけで第1回、会場資源最終大会でした。皆さんご参加ありがとうございました。JB さん頑張って持って帰ってね、私の努力をちゃんと持って帰ってよ。はい、ありがとうございました。